もし序盤の索敵シーンが見たいという人がいたらメンバー限定で公開しますのでぜひご入会ください。ちなみに月会費は1万円となっております。値段は高級レストランなのに内容が雑草の炒め物。そのため気配を悟られないように今息を止めています。短距離そうじゃねえんだよ。でも敵からの攻撃が始めたので一度隠れました。気配消すの失敗してますけど。そして出て行ってみるとベリーキーはどっか行ってました。多分こたつのコンセントを抜き忘れたことを思い出して家に帰ったんだろうね。希望的観測が特殊なタイプ。どうも皆さんこんにちは。今回もやっていきましょう。モダンウォーシップス。今回使っていく艦艇はゴルシコフ。チルコンを固定武装で乗せてる船だな。今回はそのチルコンに合わせて弾速重視の編成にしていきます。まずミサイルはブラモス。チルコンを除いたミサイルの中で一番速いしな。そして主砲は多分レールガンが一番弾速あると思ったのでこちらで。ただし詳細なレールガンの弾速に関しては全く知らないので各自ググってください。大事な動画コンセプトの詳細を視聴者にかっ飛ばすな。魚雷はもちろん F21。最後に艦載ヘリは不死鳥を乗せます。不死鳥は移動速度が速いからな。しかしヘリに関しても移動速度の比較をしていないので一番速いかどうかは知りません。もはや動画コンセプト後付け説あると思う。ということで編成が完了したので試合開始。今回は接敵まで1分もかかったので序盤の索敵はカットしております。もし序盤の索敵シーンが見たいという人がいたらメンバー限定で公開しますのでぜひご入会ください。ちなみに月会費は1万円となっております。値段は高級レストランなのに内容が雑草の炒め物。まず車線が通ったのは戦艦ヤマトですね。あの船は船体が大きいし防空も弱点で移動速度も遅いので今回みたいな命中率重視の編成よりも火力重視の編成の方がいいですね。最初の接敵からすでにコンセプトが無に返してる。しかしヤマトは私の攻撃を恐れてか奥に逃げ込みましたね。ヤマトからすれば遠距離での小型艦って相性悪いからな。それなら私は回り込んで敵の側面を突こうと思うよ。ちょうど出た場所から敵が固まってるのが見えるな。ということでまずは連敗を発見。防空が強い連敗に今回の編成は効くだろうな。ということで連敗へ向けて攻撃開始。敵艦は3隻も固まってるから狙われないように気をつけろよ。そのため気配を悟られないように今息を止めています。短距離そうじゃねえんだよ。でも敵からの攻撃が始めたので一度隠れました。気配消すの失敗してますけど。そして他の敵艦は奥に移動して見えている敵艦はベリーキーのみとなりましたね。1対1になるならむしろやりやすいな。ということで次はベリーキーへ攻撃開始。ミサイルが来たのでチャフを使います。ベリーキー相手だとミサイルは人枠って分かってるから使いやすいな。それでも魚雷の火力がえげつなくて体力ごっそり持っていかれましたね。ここは一度下がって体力を回復します。そして出て行ってみるとベリーキーはどっか行ってました。多分こたつのコンセントを抜き忘れたことを思い出して家に帰ったんだろうね。希望的観測が特殊なタイプ。そして次は戦艦ヤマトと車線が通りそう。そう私の五感のうちの二点識別サトルが言ってる。知らない五感が出てきた。ということで出てきましたね戦艦ヤマト。それに果敢に挑む味方艦の姿もありましたが撃沈されました。お前の粒子は一昨日の晩御飯の献立くらいには覚えておいてやる。実質覚えておく気ゼロ。そしてヤマトは撤退しましたが逆にベリーキーは出てきましたね。残り体力が少ないから撃沈はすぐだろうな。ということでここは強気に距離を詰めていきます。今撃ったミサイルが着弾したら撃沈って感じだな。最終的には味方が撃沈してくれてキルアシストで撃沈。そしてそこから移動して戦艦ヤマトのところまで来ました。ヤマトの体力はまだまだ残ってるな。この距離だと地方が命中しそうで怖いですね。ここはヤマトの火力えげつなさすぎない。やはり対艦巨砲の力は絶大ってことだな。あれうちのマリサってもしかして対艦巨砲主義者。対艦巨砲主義かつ弾幕主義だぜ。何そのハッピーセット。ということでヤマトの主砲を避けながら戦います。ちょうど目の前に背の低い遮蔽物があります。ここだと敵の主砲は当たらないし垂直上昇してくれるミサイルがちゃんと当たります。なおかつ魚雷も1本だけだけど当たってくれるね。結構な量ポジだな。ここだと完全にヤマトを一方的に攻撃できるね。これが現代戦の力よ。血のりがあるだけで現代戦かどうかは関係ないです。そんなこんなで敵艦ヤマト撃沈。ナイスキル。そして残るは連敗だけだね。さっきまで劣勢だったけど逆転できてるんだな。今からは味方空母と連携して連敗を攻撃していきます。味方と連携ってどんな。とりあえずいっぱい攻撃をぶつけます。字幕から伝わってくる戦略の頭の悪さ。そして連敗を味方空母が撃沈して勝利。どうだったでしょう弾速編成。今回の動画はここまでです。よかったらチャンネル登録とシェアをお願いします。 TikTok と Twitter のフォローもよろしくだぜ。リンクは概要欄に載せてあります。他にもいろんな動画を投稿してるからよかったら見てほしいんだぜ。それではご視聴ありがとうございました。